空港へのアクセス向上へ、松山外環状道路空港線の一部が来年春開通します。今日報道陣にお披露目されたのは、松山外環状道路空港線の養護南インターチェンジから東ハブインターチェンジの2.4キロです。松山外環状道路は松山インターチェンジと松山空港などを結ぶ10.6キロの自動車専用道路で、 空港線は2017年度に側道の一部が開通しています。松山河川国道事務所によると、側道の開通以降、松山インターチェンジから空港までの所要時間の平均は11分ほど短縮され、およそ17分になったということです。また、これまでの外環状道路の開通により、 国道十一号や三十三号など周辺の主要道路の交通量もおよそ一割減少しています。利便性が向上すると考えておりまして、一日も早い完成を目指して取り組んでいきたいと考えております。開通は来年春の予定です。